まあ楽しむこともないじゃけど、勝ちたい今日は。コリボー、俺は1回戦負けしたらいつもここ遊びに来てるぜ。1回戦負けは結構マジできついから、うん、俺2回ぐらい1回戦負けしたことあるんだけど、コメント欄荒らさせてもらう、すまんな。あの1回戦負けはマジで本当に結構来るものがあるから、まあ早く負けたとしても、まあベスト8とベスト8とかベスト16とかそのぐらいまではやっぱ上がんないとみたいなのはある。コロシアムは譲ってもユッピーさんは守るってレオンヌさんへ、いかやく言ってないでしょ。いやまあでもさっきの試合よりは気持ち的に楽だな。さっきの試合はね、緊張すぎて、なんか放送してたけど何喋っていいのか全然わかんなかった。セロパの旅あんま練習してなかったの。コマサルの諏訪忘年会か。いやなんかねえ、なんか出たくなかったみたいな。ハルさん装備は巨匠？わかんない。巨匠だと思うけどな。どうなんだろう。ハルさんが本田翼って可能性ある？いや、あるある。ドラクエ恋愛のスキルと旅のうまさだけはお前に負けるわ。いや、これ入んないでしょ。さっき笑ったばっかだもん。それは甘いって。なんかこれハッスルするだけで勝てそうだったな。ポルカーできます。入ってくれ。
やべ。だな。いいチャージ。ナイス。まあ、ここで攻めるっていうのはまあ、すごい。オスカって人うまいね。あのね、オスカはね、いや、あとだけ。あ、これは、あれか、ハルさん捨てても。オスカが落ちない。大丈夫なんですか。勝ちだな。ザンは行っても勝ちかな。ボルカ強いな。そうだね、途中ポルカとハッスルで全然自利品にされなかったかな。戦士がずっとこっち入ってなんか範囲削りとかやった。坊さんなんかしました。あ、俺はずっとハッスルダンスをして、あとボケつつ、まあ、ビートするみたいな、まあ、多分一番活躍してない。やっぱね、僧侶なしだから、なんかなかなかね、ボケを無理に打つことっていうのもできないし、まあ、今みたいな試合でリード取っちゃうと、リード取ってるうちは相手が準備してくるから、結局相手3人とか全員にポンが回ってる状態だから、ボケにもいけないし、センパラっていうのも今あったけど、やっぱ氷結のダメージもそこあんまり期待できないし、逆に氷結で旅とか殴りに行っちゃうとカウンターでボケ食らっちゃうしで、まあハッスルで時間稼いで徐々にポン切れるの待って、切れてきたらボケるみたいな、まあそういう感じで動いてるかな。全然チャット見なかった。コッリボさん、この構成魔法相手は大丈夫なのか。あ、まあでもまあ練習してたうちはね、魔法にはあんま負けてないかな。やっぱね、僧侶なしの構成だから、受けてくれない PT とかが結構いて、まあそういうところとは対戦できないんだけど、対戦できたその魔法の PT には一人がコミュニティをフォローしました。全部っていうのはまあちょっと持ってるかもしんないけど、まあ8割9割は勝ててたかな、魔法相手でも。じゃがいもさんは負けたようですね。あいつは負ければいい。ジャガイモには俺がもう散々もう大会には出るなって言ったんですよ。もうどうせ批判されるだけだし、大会の印象も下げるから辞退しろっていう、まあ、DM まで送ったんだけど、それでも出場するみたいな、考え変えてもらえなかったの、ジャガイモさんには言ったけど。残念ですね、あのゴリボーさんが言ったのに。そう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 、なんだろう、その場合
戦士は取る形できたのかな。ビートしたいな。あ、来てる。いいチャージが入る。これパラ持ちたし。ホッピボさんブローチは何つけてますか？これね、セットをつけてるね、今。で、ここで必殺も来る。これいいね。でも、あんなセットつけてる意味ないよな。オッケーオッケー。うちこらんま、攻撃、まあ、物理技、まあ、なんかポケモン。自分アヌビスつけてるんですが、違いは感じますか？まあでも、コン持ってるときは結構感じるかな。探検はあんま、なんか攻撃持ってもそんな変わんないけど、やっぱコン持ってるとやっぱ高戦殺とかああいう倍率の高い技なんかはこれにチャージ入らない。ポコさんが落ちる。あ、間違えた。あえてビートもできてないし、来れないですね、多分。逃げ切れそうだけどな。ケイロ君もまだ生きてるのか。コッピボさんのファランクスの使い方は独特ですね。そうか。ラスト30秒まではちょっともったいぶってしなかったんだけど、料理は何を食べてますか？今オムレツ食べてます。ラグいのかな、あんま感じないけど。いや、なんか先パラすごい楽だったな。なんかマジでずっとハッスルしてるだけで。